舞鶴市立名林小学校は、京都府舞鶴市北田,田辺にある公立小学校。近くに、田辺城がある。江戸時代の西舞鶴は、丹後田辺藩の城下町として栄えた。天明年間には、田辺藩第六代藩主の牧野ふ重によって、学問所の名林糸氏が設立され、文久年間には、第九代藩主の牧野高重によって、名林館に改称された。 明林は人林を明らかにするという意味である。安政年間には漢学に加えて洋学、医学、算術、書、修例が取り入れられた。1872年に学生が発布されると明林館の土地と建物を引き継いで1873年4月13日に明林小学校が開校した。開校時の正式な校名は第三大学区と洋歌圏内。 第25番中学区単語国家佐群舞鶴時代12番、イタリ大182番連合小学名林校。1902年には、公明が舞鶴町立舞鶴高等小学校。1910年3月には舞鶴町立名林尋上高等小学校となった。同年4月には男女別学が開始され、女児は名林校に、男児は舞鶴校に通うこととなったが、 1913年には、舞鶴校がメイリ林校に統合されている。1912年には、舞鶴人情高等小学校付属庁立、舞鶴図書館が設置された。太平洋戦争中の1941年には、国民学校令が施行され、舞鶴市メイリ林国民学校に改称した。戦後の1947年には、学校教育法が施行され、 舞鶴市明林小学校に改称した。1955年には鉄コンスジクリート作りの本館が竣工し、1962年には防火水槽としての機能も持つプールが完成した。1973年には創立100周年記念式典を開催した。1981年から2年をかけて校舎が改築され、教室棟、体育館、プールが新築された。 正門は、犯行の名輪館だった頃に使用されていた門を移築したものである。2017年2月28日には、正門が、舞鶴市指定有形文化財に指定された。ありがとうございます。